9月22日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は下落しております。5営業日ぶりの反落となりました。昨日と比べて51円03銭安の2万飛び296円45銭で取引を終えております。トピックス東証株価指数も 4.13 ポイント安、JPX 日経400も 31.26 ポイント安とそれぞれ下げました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 31% の636銘柄にとどまりました。これに対して値下がり銘柄数は約 63% の1276銘柄、ほぼ2倍となっております。値上がり銘柄数に対して2倍の銘柄が値下がりしたという構図であります。規模別の株価指数では大型、中型、小型いずれも下げておりますが、大型株指数が3ポイント安、中型株指数も4ポイント安小幅でしたが、小型株指数が15ポイント安とやや下げが大きくなりました。新興市場あるいは二部市場なども含めまして小型株が弱かったというのが今日の一つの特徴と言えるかもしれません。逆に言いますと大型株指数の寄与度の大きい大型株は比較的底堅く推移して指数は小幅な下げにとどまったという見方もできるかもしれません。商いはまずまずの水準を確保しております。売買高は16億9300万株余り、売買代金は2兆5296億円でした。最近は3兆円あるいは2兆8000億というふうに膨らんでいる日もありますが、そこまでは今日は言っておりませんが、それでも2兆5000億ということで、比較的高水準と言っていいでしょう。今日は朝方は買い注文が先行して始まりました。日経平均、昨日まで4連騰4日間で540円ほど上げてたということもありまして、引き続き先高感が強いという始まりとなりました。ただ買い一巡後は週末ということもありまして、徐々に戻り待ちあるいは短期の利益確定売りなどに押される展開となりました。北朝鮮に対する地政学リスクが意識されたことも下げた要因というふうに挙げられます。北朝鮮のキム・ジョンウン委員長が声明を出しまして、トランプアメリカの大統領の国連演説に対しまして、過去最大の超強硬な措置の断行を慎重に検討するというふうに声明を出したということが伝わりまして、地政学リスクが意識されて売り材料視されました。さらに北朝鮮の外務大臣が太平洋上での水爆実験の可能性に言及したというふうにも伝えられまして、投資家マインドを冷やした面があります。昨日まで連投してたということで利益確定売りに押されたという需給要因も大きかったと思われます。こういった中で全体的に下げる銘柄が目立ちましたが、今日は市況関連あるいは素材関連で下げるものが目立ちました。例えば三井金属5706、こちらは大引けで 3% を超える下げとなりました。ここのところ非鉄金属、銅などの非鉄金属の市況上昇を追い風に上値追いの動きが続いておりましたが、直近足元ではこの非鉄金属の市況にもやや頭打ち感が見られると、昨日の海外市場でも銅価格などが下げたということが売り材料視されまして下げております。他にも非鉄株、三菱マテリアルや住友金属鉱山なども軟調でした。あるいは今日あたり鉄鋼株が下げたというのも一つ目立つ動きとして挙げられます。中国景気の先行きに対する警戒感という見方も出ておりました。逆に上昇しました銘柄としましては、いわゆる防衛関連、地政学リスクの高まりを受けまして防衛関連が買われたのが目立っております。個別では例えば阿波製紙3896、こちらが急騰 12% を超す上昇で取引を終えております。電磁波シールドシートなどを手掛けるということで地政学リスク防衛関連という切り口で買われたという動きであります。代表銘柄の石川製作所なども大きく上げておりました。以上、今日大引けの模様東証アローズからお伝えしました。